本日3月20日、土曜日、今ミャンマーの時間でお昼の12時ぐらいに、なります。今私はですね、ここはバハン地区というミャンマーの中では割と、高級、あれは軍の車両だな。今、これはですね、これはやばいかな、ちょっと危ないのかな、あれでも軍の車両だな。ちょっと軍の人がいるっぽいな。ちょっとね、まあ軍の、車両を取るのをさすがに控えたいなと思ったんですが、今たまたま目の前を通り過ぎましたね。ここはどこだろうな。今まあ割と高級、住宅街のところを通り抜けて、今ミャンマープラザの方に村向かっているというところです。割とこう道のですね、今あった、バリケードは、これはおそらく、警察官あるいは、まあ、軍の方がつけたものということ。あそこですね、あそこちょっと先の方に軍の車両見えますかね。まあ警察官の車両もですね、かなりまとまってあることがあるんですけれども、ああして、たまにこう軍の車両があるという状況ですね。まあ、街並みはですね、結構昨日あたりからそうなんですけど、かなり車の量なんかも増えてきているような気がします。これ目の前にあるのがインヤ、湖ですね、湖です。これでもう着いたのか。今、ミャンマープラザの方に着きました。ということはさっきのあれですね、軍の車両かなり、ミャンマープラザに近いところにありましたね。昨日あたりで行くと、やっぱりそうですね、このカンボザ銀行の ATM、 ここがですね、皆さん、たくさん並んでるという状況は昨日と変わってないですね。今そこら辺のところを通り過ぎて、おそらく昨日私ここ来たんですけれども、その状況たまり、これはどのぐらい並んでるかな。今ここに ATM がありますね。 ATM があって、あれなんか動いてないのかな。でそこにですね、どのくらいいますかね、ざっくり40人ぐらい、4、50人ぐらいでしょうかね、並んでるという状況ですね。で一応こうお店に入るときに体温チェックがあるかなと思ったら、もうしないですね、体温チェックね。行っていいよって感じでした。ここはまあアミヤマンプラザのオフィス入るところですけども、一応1個だけゲート開いてますね。でここがどうだ、やっぱりね、これ昨日より圧倒的にすごいな。これはですね、ちょっとどういうこと、どこが並んでるのかな。まあ一応でね、これね、結構多分使えるところがね限定されてるんですよね。でこうバーッとあって、これどこまで並んでんだろうね。こうやってね、白人の女性もいらっしゃる。うわすごいなこれ。いやこれちょっとドラクエの販売南の、ちょっとまあざっくり100名はいますね。ここまで並んでるということで、かなりの行列ができてますね。いやこれはかなり待ちそうですね。まあそれぐらい皆さん今こうキャッシュが不足してですね、生活に支障が出てるということの、まあ詳細であろうかなと思います。これ動いてるのがあんまないんですね、多分ね。こんだけあっても 4,5 台ぐらいしかキャッシュがないの状態かもしれないですね。今ミャンマープラザの中に入ってきました。昨日とあんま変わんないですね、これね。やっぱり開いてないと。まあ1階が特にですね、閑散としてる印象を受けます。